じゃんけんお願いします。立ち位置をこのままでいきましょう。先攻がヒューガー、後攻がラクシス。発祥点3本、お間違いないようにお願いします。いきましょう、ディーヴィー・クレッパー、プリンドピース。みんなこういう曲も知っておきましょうね。楽しめますよ、クラブが。こちらのビートでいきたいと思います。セミファイナル最終試合、先攻がヒューガ、後攻がラクシス。 DJ をくればドラムスクラッチをください。発祥で3本いきます。 Ready? ファイト。マスはビーツにノーカレー、まだ気分がいい。俺もマスは好きのライブよりもセンスだろう。マリを超えて何を見せろ、また頂上の舞台が見えそう。また目と目しっかりと合わそう。言葉数がまたも足りなさそう。だけど大丈夫、ゆっくり揺れよう。ゆっくりゆっくり、パラシッドをさせるヒップ漫才はないぜ。俺もあの時、僕もヒップホップに嫉妬するほどの嫉妬。これで動かしてくのさ、あいつらは世間の目、でもてめえ自身とレペゼンミー。恋と心得て、トランクをドライて、俺も恐れよ。嫉妬するなら外したピント、俺は堂々と合わせの一歩。 それがヒップホップ Keep on lining。 お前にはまだ足りないな。 このマイクのセッション、それが分からなきゃ上が上がれなそうだよ。 またそうだよ、導火線に火をつけてる音楽。マジかよ、笑わすなよ。俺のたかが8小節1本でまだ足りないなって語るやつ、まだここに残ってたのかよ。笑えね。さっきライブしたいって言ってたよな。むしろ俺は今ライブしろって言われたって準備は万全だぜ。 CD も持ってきてる。バカ野郎、おめえとは次元だけど数が、まだわかる言葉わからすか。 お前には分かってねえ。バスならまた気持ち音楽が聞きたい。 そのセンス。 お前にまだ足りてないってまだ言うかって。なこんなベースには MC ない。セクトを見また上げてくれよ。 Let's get it on。 せっかく拾えるように丁寧にこいつに言葉を吐いたのに。 まだわからないのかよ。お前それで本当に語れんのかよ。 現場数が次元だ。だから俺のことお前見てねえじゃん。俺もいろんなところでライブをしてる。だから気づいたら千葉にたどり着いた。終了。それでは判定いきたいと思います。どちらか一方に大きな声の教師を皆さんご協力お願いします。先攻がヒューガ、後攻がラクシス。先攻ヒューガ。